さて、今度はなぜこのリコーダーが学校の中で演奏されているのか、ね、皆さん練習しましたよね。ほとんどそう、ね、50年ほど、必修科目だったんですよ。だから日本人の皆様はほとんど日本では経験がある楽器なんですけど、これほどみんな親しみがあって近くにある楽器なのに、これほどよく知られていない楽器も少ないじゃないかなと僕思うんですよね。じゃあなぜ学校教育で使われているか、そしてどうしておじいちゃんおばあちゃんと80歳ね、僕のお弟子さんで90歳の方もいたんですけども、でそんな年齢を重ねても演奏できるのかなってことをみんなで考えてみたいなと思います。まず第一はシェイクスピアのハムレットの第3幕の2話覚えてますか、ね、嘘をつける、ね、嘘をつくように簡単に吹ける、こんな簡単に吹けるのに君は吹けない、そんな君がこの僕を操ろうというのか騙そうというのかっていうのがありましたね、ハムレットの言葉で。本当にこう吹けば音が出ます。これ吹き込んだすごい音がするんで、吹き込まないようにすることが大事なんですけど、歌うように、でここで生まれた音がハーッと体に響くんですよ。でリコーダーの音が出来上がります。で非常に簡単に音が出せるので、早いうちに完成度の高い音楽体験ができるんですね。これって音楽を楽しむに非常に重要です。でもうすぐ吹けちゃう、ね、これは大事ね。で、もう一つは、管楽器、例えばねクライネットやフルートとか、その無管楽器の非常に基礎的なこと、タンギング、トゥ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 、ね、舌を使った音の出し方とか、息遣い、で指遣いの基礎で、これなんかをねすごい簡単に早期にやっぱし皆さんでその学ぶことができる、これも大きいですよね。だからつまりリコーダーの持っているその力は子供にもぴったしなんです、ね、で3つ目、歌と似ています。このガナッシュのこうですね、教本には歌に学べって書いてあります。もうすでに1535年です。この時代にね、ベネチアで出版された1535年ですよ。もう歌に学べって本当そうなんですよ。例えばそうだな、僕は長いことドイツ人の学校で教えていました。それでこのラーラシーラーラーラと教えるとみんなねと綺麗に吹きます。でもなんか足りない、何が足りないかというと、日本人だったらば夕焼け小焼けと歌いますよね。そうするとほら言葉がね浮かんでくるでしょ。つまりその歌うように演奏することで、いろんなアーティキュレーション、演奏の語法なんですけども、いろんなことがそのままこう身についていく、これは大きいです。だから、歌唱法と共通しているので、演奏のいろんな表現をしやすいということね、これは大事なことです。そしてもう一つは、ソプラノを学べばこのアルトリコーダーと、そしていろんな楽器、ね、指使いが共通しているので、すぐアンサンブルができます。これ大きいですよね。それから太鼓を入れたり歌と一緒にやったり、いろんなアンサンブル曲がもう歴史的にいっぱいあるんです。だからアンサンブルの多面性とそれから多様性があると、これは大きいですね。それから歴史がすごい、ね、このさっきご紹介したようにいろんな時代、いろんな楽器が作られて、たくさんの教本が出ました。これがバロック時代の教本なんですけども、オットテールという人が書いたリコーダーの教本です。1707年、ちょうど宝永火山がですね、噴火した年ですよ。宝永山が。ね、もう300年も噴火してないんで、ちょっと今危ないなと思ってるんですけど。で、これはね本当に素晴らしくて、フルートの教本が まずあって、でそのフルートの教本がおそらくですね初めて世界で書かれたと言われて
はそう言われているんですからね、このオットテールの教本です。でその前にガナッシュは1535年ね、リコーターの教本を出しています。でまああのアンサンブルの多様性があるので、ガナッシュなんかはこう歌と一緒に、それからガンバーやリュートと一緒にこう演奏するように絵が描かれていますですね。そしてまあ先ほど紹介したように中世から現代までリコーダーはずっと続いていました。ちょっとあの古典派とロマン派の間ちょっとだけないんですけども ね、でもずっと長いこと人間と一緒に来たんです。だからもう本当にたくさんのレパートリーがある。でそうするといろんな時代の絵画、そしていろんな時代の文学、そしていろんな時代の踊り、いろんなことのドアを開けてくれる鍵となっていますね。で鍵に見えてきましたか、ね、鍵なんです、ね、ですから本当にいろんなことをこのリコーダーを通して楽しむことができる。だから生涯を通して楽しむことができるですよね。だから子供から年齢をかけておじいちゃんおばあちゃんまで、全ての年齢の人たちの知的な好奇心や美的な要求を満たすことができるんですよ。素晴らしい楽器なんです、ね、そして、学校教育や障害学習のための楽器として一つありますよね、教育。もう一つは昔の音楽を昔の楽器で演奏する。つまり楽器っていうのは漢字で書くと楽の器って書きます。ですから、ね、日本食には日本の食器がいいですよね。でコーヒーにはコーヒーカップがいいですよね。でコーヒーカップでコーヒーを飲む、これをご飯ジャーに入れて飲んだら美味しくないですよね。だから楽の器といっていい名前ですよね。その時代の音楽をその時代の器楽器で演奏するっていうことが、20世紀のちょっと前から行われてきて、リコーダーの曲はリコーダーで演奏しようという、でそういう、昔の楽器で昔の曲を演奏する、まあ、古楽器、古い楽器、古楽器とも言いますけどね、もう古楽器という名前もちょっともうね古いものになってしまいましたけど、ね、でですからその教育のためと古い音楽を演奏するための楽器でもある。そして現代音楽を演奏するための楽器でもあるわけです。で現代音楽はものすごいいっぱいあります。ですから教育、そして古楽器、古い音楽を演奏するための楽器、そして現代の音楽を演奏するための楽器としての、まあ、大きく3つの顔を持っているのはこのリコーダーなんです。ということでリコーダーの持っているそれを僕は教育的特性って言ってるんですけども、ね、この持っている楽器、この楽器の持っている力は本当に素晴らしいんです。皆さんもぜひこれから始めてみてください。